バヒロシヒンは、中華民国の軍人。姉夏地方の一部を支配した海賊の軍閥、馬屋軍の長の一人、馬福将の兄の馬福六の子。バヒロシヒンは、当初、氷玉将に仕え、1930年11月に、氷玉将が破れ、中原大戦が終結すると、紹介石と和解した。バヒロシヒンは、重廷の馬広氏王子と姉夏地方をめぐって争い。 劣勢でありながらも地域バランスを保ちたいという紹解席の思惑によって全面配送を免れていた。1930年、馬広ロシは紹解席から監宿省主席に任命され、その職を翌年1931年までに全うした。馬広ロシが監宿地方に対しほとんど支配権を持たず、監宿は実質彼の老いの場中営によって支配されていた。 1934年7月、バチュエがソビート連邦に立った後も地元の兵士や住民は彼に忠誠を誓い続けた。日中戦争勃発後、バヒロシヒンは重廷のバヒロシ王子の部隊と合わせて第17集団軍に編成され、バヒロシヒンは第17集団軍副司令及び第81軍軍長に任命された。日本投降後、国境内戦が勃発し、 馬ヒロ品は、西北軍司令部の上級参謀に任命された。1949年9月、中国人民解放軍が姉夏に接近すると、馬ヒロ品は、第81軍を率い中国共産党に投降した。中華人民共和国成立後、馬ヒロ品は、姉夏省副主席、官宿省副省長、西北軍政委員会副主席、 中華人民共和国国防委員会委員などを歴任した。1961年10月21日、バヒロシヒンは乱州にて死去した。ありがとうございます。